そしたら他にないですか。では、まあ、ディスカッションの方に入りたいんですが、まあ、こういった試みは京都大学のオープンコースウェアのプロジェクトでも、まあ、初めての試みだったんですが、今まではどちらかというとそのオープンコースウェアというものの、その、まあ、は何かということを知らない人が非常に多かったので、そのオープンコースウェアを発信する方の人間が、まあ、集まって、まあ、オープンコースウェアをそれぞれ、まあ、いろんな大学で、国内の大学で作りましょうというような、まあ、会議がいろいろ行われたんですが、まあ、日本ではもちろん MIT から宮川先生が来られて、さまざまな大学でいろいろもご講演されてますが、4月でにオープンコースウェアの国際会議を京都大学で開いた時も、国内外の大学オープンコースウェアをもうすでにもう公開している大学がいろいろなプレゼンテーションをして、オープンコースウェアとはこういうものですよというような、まあ、非常にこう、まあ、作ってる方の人間からが一般の人たちに、まあ、まあ、その関連の人たちにお話をするということだったんですが、ここからはですね、これからはその実際、ユーザーですね、ユーザーというのは2種類いると思うんですが、まあ、まず学内の先生方のが、まあ、一つの、まあ、使うユーザーですね、オープンコースウェアシステムを使うユーザー、それから、まあ、提供側とになるんですが、それからそれをですね、享受するための一般の人たちですね、まあ、一般というか、まあ、さまざまな、まあ、ユーザーですね、セルフランナーと、まあ、MIT では言ってますけれども、そういった方々のがいまして、で今回はどちらかというと、そのまあ、誰のための OCW かとか、誰のための、何のための OCW か、まあ、こういったことをちょっと少しテーマに置いていました。でそれで、まあまあ、少なからず京都大学にも50コースぐらい の講義ノートがもう上がってますので、まあ、その中から非常にアクティビティの高いオープンコースウェアのに関心のある先生方に来ていただいて、それで、まあ、3名の先生方に来ていただいて、それぞれの立場からさまざまな、まあ、ことをですね、オープンコースウェアに関連のあることを話していただいたという形で行いました。でこれは非常に私としては面白かったというか、うまくいったんではないかと思います。というのはその、まあ、オープンコースウェアを出版している、まあ、提供している先生方のなかなかこう顔が見えないというか、非常にこう、まあ分かりにくいというか、まあまあ、オープンコースウェアをそのままそのパブリッシュしてるだけで、まあ、その先生がの考えてるそのもっと深いこととか内容的なこととか、まあ、さまざまそこから発生してくることというのはなかなかやっぱりその伝わらないと思っていました。でそれでそれを一つ、まあ、解決するようなですね、ことが非常にこのライブの中でね、できたんではないかと思います。で、そういったところで、その、まあ、一体これは一体誰のためのオープンコースウェアかということと、まあ、何のためのオープンコースウェアかということが2つ大きなテーマがありまして、まあ、誰のためのオープンコースウェアかというところでですね、今実際著稿されていました関西学院大学の中津先生からご意見を伺いたいと思うんですが、すいません、先ほど紹介いただいたんですけど、まあ、私もともと京大出身なんですが、今はまあ私立の方に席を置いてるんで、まあ、ある意味で外野からのちょっと応援団ということでここにいるのかなと思いますが、今その戸田先生から聞かれた質問も含めて、もうちょっとこう私の取り留めないかもしれないけど、今日の話を聞かせていただいた時の感想をですね、ちょっと述べさせてもらえたらいいなと思いますが、よろしいですか。よろしいです。まあ、私と戸田先生前から存じ上げてるんですが、その OCW を京大でやっておられるということなんで、まあ、私も単純に OCW イコールeLearningニングというふうに考えたんで、そういう議論すればいいんですねと言いましたら、非常に怒られましてですね、もっと勉強してくださいと、OCW はeLearningニングじゃありませんと言われまして、まあ、昨日一生懸命他の大学のですね、ウェブ見てたんですが、うちも含めてですね、なんと調べって見えないんですね、全然ね。
少なくともトップページにシラバスの載ってる大学ってないですね、私が見た10大学で。結局どこにあるかというと大学生 の情報のところに行って、それから各学部に飛んでいってですね、学部の中のまだもう一つ下ぐらいですね、学科あたりになるとやっとシラバスが出てきて、それもまあはっきり言うと形式的に置いてあるだけなんですね。でよくよく考えたらこれ不思議な話なので、大学というところはやっぱり教育というのが一つの売りですから、企業で言えば商品ですかね、企業で言えば商品ってやっぱり一番トップに持ってくるべきものが実は隠してあるというのは変な話ですけど、まあ、隠してるわけじゃないと思うんですけどね、あまり重要視してないって変だなというふうに思いながら、まあ、今日聞いてましたら、まあ、ある意味で OCW というのは多分そういう問題意識があって、そういうふうなものをこれからオープンしていこうというふうなことかなと、まあ、やっと私もだいぶ理解できてきたのかなと思います。ただ、まあ、ちょっと聞いててね、いくつかこう感じたことのまず一つ目なんですが、まず学生のためになりますという話ですね。予習とか復習とか、そのまあ高校生であればその大学で何が行われているかよく分かると。でそれは確かにその通りなんでありますが、本当に学生のためになることを言われるとですね、実は私もそのオープンにはしてないんですけど、聞いて欲しいと言ってくる学生には全部私の講義のパワーポイントは出してるんですね。でするとどういうことが起こるかというと、まあ、そのつまり授業に割に優秀なやつが授業に出てこなくなる。つまりそれを見れば分かっちゃうんですよね。見れば分かる。それでしかも課題も載っけてますから、課題を見てレポート出してきますから、で出てこなくても授業が取れる。でもっとひどいやつです。なんかおかしいような私が出した課題と違うよなというと、去年のパワーポイントを見て去年の課題を変えてきてるんですよ。これをやられるとね、困っちゃうなと。逆に言うと我々その大学の教員って授業で何やってるんだろうと、何を学生に教えてるんだろうということですね。私自身は授業をパフォーマンスだと思って、そのパワーポイントはもう本当最低必要限の情報で、その上に私 あのパフォーマンスをみんな見に来てくれよと思ってるんだけど、どうも学生さんはそうでもないと。ちょっとこの辺はこう矛盾を感じるんですが、まあ、これが1点ですね。でそれとでも2点目として、でもよくよく考えたら私自身も学生の時どうだったかというと、私はまあ京大にいた何年まあ、6年間おりましたが、最初から最後まで聞いた授業ってまずほとんどないですね。ゼロですね。ずっと寝てました。いやそれは授業がつまんなかったこともありますが、寝てました。でもちゃんと無事卒業してね、俺は京大の学生だと胸張ってるわけで、まあ、授業以外にじゃあ 何かやっぱあるんですよ。京大というところはね、兄弟でなきゃできない。私やっぱり兄弟の中にいて、他の学生さんたちといろいろ話をしたり、まあ、文学系 あの学生さんと話をしたり、本を読んだりして学んだということがまあ残ってまして、授業はどうも覚えてないんですけど、そうすると大学ってなんだということになるわけですね。これが2番目なんで、やっぱり大学それ自身のコンテンツを持ってるだろうということでありますが、それは何だろう、それをその世の中にうまくアピールするのはどうすればいいかというのはちょっと私自身はまだ分からない。それからもう一つ非常に面白いなと思いましたのが、箕面先生がこれはメディアなんだ、新しいメディアなんだというふうにおっしゃいましたね。僕もそれは面白いなと思ってですね、そのやっぱり単に講義内容を出してるんじゃなくて、それによって何か新しいことが起こるということを多分考えておられるんだろうと思いながら聞いてましたら、最後の、あの外科手術の話が出てきて、これはすごいですね。これはおおと思いますよね。 なんでああいうものを見ておおと思うのかということなんですけど、多分ああいう映像ってこれまでタブーで出てこなかった、つまり一般の人間にとってはああいうものを触れることできなかったんですね。大学も出してこなかった。なんでかというと、やっぱりあれ見るとやっぱり人間ってある意味でハードウェアなんですよね。ハードウェアなんですよ。だからそのいわゆる我々の持ってる精神的な面とは全然あれと別なんだけど、やっぱそういうふうに人間は思ってないんで、ある種のこうタブで出したらいかん、一般の人にそれ見せちゃいかんと。人間ともっともっとですね、体も含めて神聖なもんだよというふうな概念があって、どうもマスコミを通してしか大学の情報発信をしてなかったの、ああいうものをポーンとぶつけられるとですね、我々やっぱすごくびっくりするのと同時に、やっぱ感動して、やっぱ人間の人間らしさって別のところにあるんじゃないかなということを考えさせてくれるわけですね。でそれがその、末松先生のおっしゃった何でしたっけ、トランザクションコストの低減ですよね。まさにそれなんで、従来は大学は必ずその学問のに至る道はこうなんかバリアがあって、そう簡単に誰でもアクセスできないよねと言ってたのをパーッとそこ取ってしまった。
でもそれは逆にそういうことによって世の中一般の人の意識が僕変わっていくんじゃないかなという気がするんですね。でそれはまあそのもしかしたら新しいメディアにつながるかも分かんないと、まあ私自身実はよう分かんないんですけど非常に面白かったなと今日の話を聞かせていただいてね、 OCW というものがその単なる e ランニングではない、まあ、もとも逆に言うと今度は e ラーニングって何だということになって来るんですけど、まあ、そこまで言い出すと多分議論は発散してしまうんで、まあ、この辺にしておきたいなと思いますけど、私は非常に今日は知的興奮を刺激を受けましたということで、いや単に感想だということにしていただいて結構ですそれをまたベースに他の方々からの意見をいただければかと思いますけど。わかりました。そうですね、まあ、非常になんていうんですか、オープンコースやライブという感じが今日したと思うんですけれども、本来ならばですね、ここに書いてあるようにですね、もう提供側のメリットって話に行こうかなと思ってたんですけど、そういうふうにはなかなかちょっと行きにくいものがあるんですが、提供側のメリットっていうのは今聞いたようなこう感想がやっぱり今日いろんな方持たれたと思うんですよね。でこういうことはやっぱりオープンコースやというメディアがないとないわけですよね。でこういったものがまあ一つのメリットなんじゃないかと思いますけれども、その辺は箕面先生はその大学の、まあ、学生の獲得社会貢献とオープンコースや のリーダーとして言われてますけれど、その辺はどうなんでしょうか。その辺は難しいので末松先生に反対に教えていただきたいんですけど、こういうトランザクションコストが確かに下がったら他の人がいいことを確かに安く利用できますよね。オープンコースウェアにそれを当てはめたらこれどういうふうにですね先生を口説いていくというか、その今我々困っているのは先生方がどうしてもなかなかこう提供しようという気になっていただけない、何かその説明原理でですね先生の考えとられるそのオープンコースはメリットがあるよというのをもう少し分かりやすく先生に説明する、そういうなんか言い方を教えていただけるとすごくありがたいなと思うんですが、何か。まあ、この辺は宮川先生とか非常に体感されていらっしゃると思うんですけども、私もスタンフォードにいるときにかなり体感していて、やはり今の価値観、特にその知的創造活動の状況になってきたときには出したものが一番得をするという、そういう感覚ってやっぱ体感したらなかなか分からないと思うんですよね。でそのとにかく出せばいろんな情報が入ってきて、そのいろんな情報というものを処理することによって自分がまた成長することができると、そういう感覚ってものすごく強くて、それが体感してられる人っていうのはどんどん出していくような形になる。またそれはやっぱりそういう資質みたいな人もやっぱり教員側でも持ってなくちゃいけないし、そういったものがいろいろ合わさってで広く展開できると。で先ほど の議論の中でやっぱりその e ラーニングシステムとオープンコースやってやっぱり峻別するわけであって、 e ラーニングシステムってのはやっぱり自分の個人の中 その IT の活用という話だと思うんですけれども、オープンコースになった場合にはその外部資源というものがいっぱいあるわけで、それをいかに活用するかという議論になってくる。そうなってくるとやっぱり学生というのは学生に対してもその無限の資源がねもう溢れているわけですから、それをうまく活用することによってその彼としては無限の可能性があるわけだけども、ただ現実問題として今のその教員側の問題と同じように学生側にもそういったものを活用するだけの主体性とかねモチベーションとかインセンティブがなければなかなか難しいんですけども、でまあ基本的には私はまあ同じようなやり方で外部 その資源をユーザー学生に使わせるということをやってますけども、実は非常に難航してるんですよね。やっぱりそれは学生の主体性という問題に絡んでいて、ただ一つだけ私がオープン構成で出している講義に限ってはものすごくうまくいっていて、で教団にもこんな学生の優秀がいるのかっていうぐらいねすごい成果が出てきてるんですよね。ですからその辺はその学生側の主体性という問題も考えながら、そういうまあ、オープン構成もそうですけれども、今インターネット上には無限の資源があるわけですから、そういったものをうまく活用できるかというその学生のそういう一つの能力の開発みたいなものというのも一緒についてこなくちゃいけないのかなというふうに感じています。末松先生の授業ではオープンコースやにたくさんの映像を載せていらもうおられて、末松先生からお聞きしたことですけれども、実際にもう授業の前にその先生がいろいろ講義しているビデオを全部学生が見てきて、
で実際の授業の中ではディスカッションから始めるということをお聞きしたんですけれども、まあ、その辺のところはどうでしょうか。効果とかさまざまな。おっしゃる通りにその e ラーニング系のメディアっていうのは事前に読むということを義務付けておりまして、で現場ではそのグループワークのプレゼンテーションをしろと、それで全員でディスカッションしましょうと、もちろんそれ採点してまして発言した人は点つけるということもつけてるんだけども、それが非常にうまく活性化しているということ で他が活性化してないのでなんで違うのがそういう違いがあるのかなと考えたんですけども、ちょっと非常に引きになりで申し訳ないんですが、そこに参加している学生っていうのはそのコンサルティング志望だったんですね。で今そのコンサルティングで働きたいという学生 そのモチベーションというのはものすごく強くて、例えばあるコンサルティングの企業に働く人間倍率なんて1万倍とかあるわけですよ。そのくらい今学生というのはそれに対してすごい熱意を持っていて、それをやるためには頑張るぞというね、やっぱそういう主体性が機能しているのかなと。でやっぱそれから外れ、まあ、就職とかね、まあ、単位も関係すると思いますけども、それからやっぱり外れちゃうとなかなかそういったものに対しては全然興味を示さなくなっちゃうというこの違いが私はあるのかなという感じがしていて、そういう意味ではやっぱりいろんな主体性があると、いろんな興味があると思うんですけども、今残念ながら社会環境が非常に良くないんでなかなかその夢とか希望を持てる状況ではないと思うんだけども、やっぱり多くの学生にそういうものすごく熱中できるような主体性が与えることができて、あるいはモチベーションが与えることができて、それに対応できるようなコンテンツがあれば、それが彼らとしてはどん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 活用していく、どん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 展開できていくと。でその中でまあ今の話ですけれども、学生が大学が何するかって言ったらば、そういったところでもっとその切磋琢磨したいと、いろんな人間とどんどん議論をしたいとか、そういう場を我々は提供するんだというような形に講義の仕方っていうのはだんだん変わっていくんじゃないかなというのを私は認識しています。それはやはり画一化していないその、まあ、出版といいますか提供者が同じような形で PDF を出して何を出してというようなこう肩にはまらないで、先生方自体がそのメディアをどう使うかということが非常に大事になってくるような話がだと思うんです。でそれでですね、そういうことを考えますとですね、もうオープンコースやのシステムっていうことが非常に大事かなと思うんですけれども、まあ、非常に柔軟な先生たちのさまざまな対応にですね、耐えうるようなシステムをそこに持ってなきゃいけないような気がします。で私たち のオープンコースやのシステムは、まあ、非常に今はシンプルなまあ、HTML 技術のシステム でそれからもっとダイナミックウェブにこれから変えていこうとしてるんですが、まあ、そうするとですね、まあ、さまざまな点で、まあ、非常にこうオープンコースに載せるときに、まあ、先生方自体が載せられるようにはなるんですが、まあ、非常に、まあ、型にはまってしまうような形になるということをちょっと危惧してるんですが、その辺は北野先生どうでしょうか。最初オープンコースやの話を伺った時に、まあやっぱり先生が自分でいられないとなかなかうまくいかないんじゃないかということをまあコメントして、でまあ自分でもちょっと何かやってみようと思って、まあそのプキウキという先ほど紹介したシステムを使って、まあオープンコースウェアモドキをまあ作って、学科でまあ使ってもらってたわけです。でまあ我々電気電子なので、式が書けないとダメだとか、まあいろんな要求があるんで、まあ式を書けるように改造したりですね、いろいろしてちょっと使ってもらってるんですけど、ハマる人は見事にハマって、今までウェブこう憧れたけど自分ではできないもんだと決めてた先生でハマって、なんかどんどんやる先生も若干1名いるんですけど、まあ、全般的にはなかなかやっぱりその時間がないとかですね、いろんなことでもうちょっとなんかプッシュしないと自分でできるっていう環境を作っただけではなかなか入れてもらえないっていうのが私のこの2年ぐらいの経験で、でもうちょっとなんかインセンティブがいるに違いないというふうに思ってます。でシステムがあることはもう当然の条件で、その上でさらに何かいるんじゃないかなと。それで最近ちょっとまあその OCW さらにまたちょっと私の中ではこう下がってたんだけども、この前も宮川先生のお話を聞いて、そのやっぱ高校生に向けて その情報発信として非常に有効であるということをお聞きしてまして、で我々は普段入ってくる学生のレベルについてすごく長いこと悩んでまして、でまあ、そこに対して使えるな、でそれが教員に対するインセンティブになるんじゃないかということで、やっぱりこうちゃんとその分野に志を持った学生に来てもらう、偏差値とかそんなんじゃなくて、まあ、そういうことに使えるんじゃないかということを、まあ、教員の間でいろいろ話をして、
で、まあ、それをインセンティブにしてもう少しこれからやり直してみたいなと思っているところなんです。で、あの高校なんか回ってっても時々高校行って話したりするんですけど、やっぱりよくできる子はあの高校あの大学のシラバスを取り寄せて読んだりして結構混ぜたことをしているわけで、で、まあ、こういう OCW なんかを見るともうさらに細かい情報が取れるわけだから、まあ、きっとそういういいその受験新しい学生を確保するというところでかなりその誰のためのっていう話ですけど、まあ、あのそうちょっと下心が良くないような気もしますけど、なんかまあそういうことでもなければ単にその自分の授業を出すっていうだけはなかなか動かないんじゃないかなというふうな、まあ、そんな印象を持っています。